今日は、JR の中野です。中野駅の、レンガ通りの個人のお寿司屋さんに向かっています。はい、中野のレンガ通りです。レンガ坂か、中野レンガ坂ストリートのですぐですね、入ってすぐ左の2階でした。よいしょよいしょっと、ここか。すいません、6時に予約してました。岩井です。すいません。はい、この辺で。いや、あちらです。あちら、はい、お願いします。お飲み物どうされますか？いや、焼酎ウイスキー。焼酎ウイスキー、こちらがノンアルで、僕は飲み放題の。はい、はい、なんかメニューございますか？一応ビールと焼酎とウイスキーで一応メニュー。あ、じゃあとりあえず最初ビールで。いいですか？はい、わかりました。スープですね、しじみかな。で、こちらがですね、ハモの卵でございます。はい、ハモの卵。はい、ハモの卵です。本当塩気ないですけど、はい、食感とふわふわ感ちょっと楽しんでください。はい、ハモの卵。いいつまみかな。はい、西じみの東京ではなかなかやっぱり出てこない。はい、確かに関西系だね。あんまりね、ヒーヒー的に。はい、ブリカンパチは鹿児島で今日全滅したんですけど、へぇ、そうなんですか。そういう感じなんで。わかりました。一生懸命いろんな入れましたけど。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あ、大丈夫です。いただいてます。はい。同期のあの器なんで。あ、本当ですね。確かに。切る切り方が気が利いてますね。黒たくあん、はい、なかなか珍しいものをいただく黒たくあん、かぼちゃの味噌漬け、準備だね。天然農作物だよ、それ。熟成5日目。イワシがね、この間。
しましまのやつだったら、しましまのやつだったら、しましま顔を、はい、ありがとうございます。全て夏仕立てなんですね。そうですね。今日はもう夏のおやつ結構用意したね。そうですね、はい、いいですね。ありがとうございます。島根の酒。そうですね。山口の赤いかですね。まあ今日はでも休みなんで、どうしてもやっぱり中止立ってるんでね。だからちょっとやっぱりでも違うんですか。全然違いますね。もう競ってますもん。いつの間にか本来は。ギリギリまで生きたなとか。まあでもこんなにひどいわけじゃないですよ。他のところに比べたら美味しいと思います。そう、わざわざ一覧できますね。確かに、イカとか僕素人ですけど、全然違いますよね、やっぱりね。わかります。うん、すみません、ウニウニしてないもんね。はい。山口の外科です。山口の外科、はい、ここがあれば。夏はイカね、やっぱりね。大葉入れたりとか、いろんなやるとやっぱ美味しいですよね。どうぞ。中に縁側入っております、ね、あ、はい、ちょっと食感が良くなっている。じゃあ逆にしても良かったんですけど、どうなんですかね、やっぱり僕はなんかもうそのままそのエスペースの時もありますよ。昨日なんかブリを熟成したのを練りごまで焼いて、うん、最後、うん、なんか鯛茶みたいにしたりとか、水が美味しいだしで最後
かかけてください。このまま一口で食べてください。お寿司ついてません。僕らのまかないです。久々なんでつまみをするやつです。忙しいとね、食べれないんですよ、寿司は。久々なんで。これがでも美味しくて、こういうやつ。はい。でっか。いや、でも好きなんですよ。でかー、これ一口で食べろって。なんかポンテってすごいこれ。そう、面白いんですよ。こうやって食べると、また全然ホタテって変わるでしょ。すごい。北海道。あ、北海道産だ。すごい。これお醤油塗ったりすると、すごくなっちゃうんですよ。うまい。食べれるから美味しいですね。そう、そういう意味もあって、はい、皆さんと倍ぐらいあって。この一口で食べるのがいいんだね。うん、半分に切るともう味が変わるんだって。そのまま食べるところに意義があるんだって。本当に今日もお世話です。いやでもすごいですね。そのマグロじゃないです。これでも一応あれです、インバヤマグロです。赤身とかもいや赤身うち最高に美味しいですけど、はい、もうみんな全国で許せないです。今日は出せないし許せないです。今日出さないし、これもちょっともう本当にごめんなさい、中途なんだけど、うん、買ってくるよりは全然いいと思う。よしかも脂っこくても石油なんであれ、はい、食べれないですね。でも脂の味がすごい。なんか私は近代マグロああいうのは食べに行きましたけど、いやもう食べれないです。食べれないですね。もうあの油ですよ、ガソリン。ガソリンがしますもん。はい、そこはやっぱり、そこはもう満面の笑み。もうまた明日待ってます。満面の笑み。ダメなんじゃないですか。明日は大丈夫ですよ。あの僕が言えば。スマイルを用意しますよ。僕が言えば。面白い。そこをやっぱり納得しないとやっぱやりたくないんで、トーンが上がってこないですね。僕はもう美味しいと思わない。カビ臭くて。好きな味です。はい、違います。まあ、味噌に感じるんだけど、うん、美味しいですね。はい、ごまです。本当おはぎです。はい、ブリのおはぎです。ブリの、はい、工夫があるね。出てなかなか、うん、香りがこれお前しようかなと思ってます。白と黒で、あ、これおはぎだね。そうです、おはぎです。ちょっと日本人が好きな、うん、子供の頃をねちょっと思い出すよ。おはぎだね。そうです。あの、どこにさ、見てあの、城ヶ島とかっていう方で、うん、で、私一回お土産でもらって、で、黒こそ入れるんですね、そこに。で、そうすると、なんかちょっとこう、ビールのあてとか、酒のあてに、すごくちょっと甘くて。でも、寿司焼きって、やっぱりこういうとこ寿司焼きって、車エビと赤貝は食べないと、なんかこういうとこに来たって感じしないじゃないですか。このね、変なエビ出てくると、ばっかりさせる。変なエビ。これはその丸ごとの。これやらないでしょ。うん。この食感が。もう。三口。そうすると口の中が紙みたいにならなくて、あの口の中もすごく美味しく食べれるんですよね。歯ごたえが、いや、これすごいね。三口で食べろとの指示がありました。
巻き巻き旗って言います。へえ、もうじゃあ終わっちゃったんですね、これは、ね、これもこれで1本だけしかもらえなかったですね、うん、おー結構そういうのも結構あるんで、へえ、それもだから結構お店にしか入れないんですけど、はい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 、そういうお酒は入れてます。あ、プロにしか、プロにしか売らない。そうです、でサブローマン、うん、難しいんですよ。出すともうこんなにもう指臭いっす。だから難しすぎて、もうこの匂いでもやっぱ嫌な人は嫌なんで。そう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 。可愛いですよね。うん。これはこれですもんね。あ、そう。これやっぱりジンギスカンのタレで、あ、はい、いただきます。食べるとまたちょっとね、焼肉が行かなくてよくなるんで。それが。僕、岩井って名前なんです。あ、じゃあこれ話してください。の帰りに焼肉は行かないんだけど、あのドリップコーヒー飲みに行くときはあるんですよ。あ、コーヒーはね、すごく僕もね、寿司と合うと思います。だから、そこが出ても面白いかなって気がする。大阪の方にコーヒーと、うん、あの寿司コーヒーって店ありますよね。あ、そうなんですか。あるんですよ。へぇ。他にもマスターの大将の心意気が感じられる。カツカツまで何もつけてないですから、塩も何にもつけてません。本当に美味しいです。いや、僕ね、これ人生の中でこんな魚うまいなと思ったの人生入っちゃうんですか。あんまないですね、はい、あんまないです。僕あんま認めないんで、油の味だけで全然いけます。これヤガラです。味ってすごくないですか。片栗粉だけな。また片栗粉です。そうです。でそれを僕ね、刺身出すけど、くせまずいなと思って、そのまま何もしないから、これがこんなに美味しくないよって思って、何がこういうのと思って、唐揚げで食べてみたら、どこへと思って、美味しいって発見したんですよ。そう。私、これね、一回どこにあるの、美味しいです。今、ちょっと魚狙おうと思って、今流行ってるんで。知る人と知る、知らない人は知らない。そういうことです。なるほど、俺この店知ってるよっていうような感じしようと思って。潰れたらごめんなさい。潰れないで。現時点は妙に分かりやすい場所ですね。でもね、でもこれもだからちょっと今もうどうしようかな。おかしい。行ってみます。よいしょ。燻製。はい。はあ、これ台をこうやって食べた方が、はい、すごい食べやすいですよね。うん。そう、骨も美味しいんですよ。これ油乗ってて、再現の人になって、なんかやっぱり味わってほしい。ラムネの味がするやつ。塩抜きがするんですよ。奈良のお酒です。へえ、奈良の六丸。これはもっとこの時期、今度六丸、奈良の六丸。奈良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 。え、篠宮って言います。ほう。これやっぱり結構今寿司屋とかで、はい。物が置いてます。へえ。手に入りにくいです。篠宮って書いてある。女性は大好きですね。特に美味しいです。和食
やってきたんで、加減がね、全然違うんですよ。本当にこれね、のどぐろ僕、新潟なんで、僕もでも言うて魚屋さんに言われて、直したんですけど、どこもこのまま塩薄くするんですね。のどぐろって塩多い方が美味しいんですよ。それを皆さん、やっぱり私もやっぱりでもその養殖の技法がそうなんで、あ、なるほどな。結構塩かけないんですよ。これぐらいかけないと美味しくないんですよ。いや、本当ですよ。でも焼き魚もこれぐらいやっぱり塩をかけないで、これぐらい何にもつけないですけど、レモンも塩で食べるんですよ。十分な満腹なの、これ。本当お腹ひっくれた。エスプレッソ飲み行きたいって感じはするけど。美味しいですよね。はい。あ、はい、いただきます。そうです。で、ご飯に倒せると、これね、またね、美味しい。スイカとメロンね。フルーツの日本酒。こんな合うってね。まだ日本酒、まだ日本酒出るの。すごいな、追従がすごいな。そうだ、もうほんとちょっとでいいです、いっぱいいただいたんで。いやいや、どうだし、いやいやいや、これ隠れとこのスイカとかマジで新潟を味わえる、新潟を味わう隠れか。へえ、隠れてね、隠れね、新潟のちょっとこういう人情系は、出かけるこういう夏みたいな、多いので。に飲んじゃってるけど、これから客来ないわけじゃないでしょ。全然僕のこの方でやってるんで、気取ってないんでいいんですよ。だからみんな来ますよ。ほんと電通の社長とか、めっちゃ大好きっつって、芸能社長とか、みんな来ますよ。おかしい、飲んじゃってるんだけど。何も喋んなくて、はい、これです、これです、これって、で、カリカリカリして、サムネに怒っちゃって、もう怒れますけど、ここの大将も面白いわ。こういうことなんですよ。そしてね、やっぱり人との食事なんで、やっぱり住んでもらって、僕の世界も教えながらの、こういうこともあるんですよ、みたいな感じで。みんなが、ね、一つ目もらってください。本当ですか？本当にいただきますよ。本当にいただきます。本当にいいんですか？説問。本当に僕、え、出す、やだって言ってる。詰められてる。おかしい。生贄になれ。生め、神に捧げる。そしたら毎日で飲める。こういうさ、世界ってあんまりこういう風になんないじゃないですか。こういうね、銀座だな、赤坂じゃない、こういう世界が中野です。おかしいね、もちろんでしょ、お父様、もちろんでしょ、お父様、お父様、こんな寿司屋行ってるけど、こんな笑ったの初めてで、よくね、赤坂とか銀座とか歩いてるから坊主とか、あ、まあね、こうやって体バッグありますよ、多いですね。なんか長靴履いてるやつ、世界体ですか、面白い。面白い。気持ち悪いんですよ、本当に。おしゃれですよって、俺寿司屋みたいな格好するなよ。知らない人がいないぐらい和菓子の職人なんですよ。世界中の。うちの親父以上の和菓子見たことないです。和菓子。最近だから、最近僕が認める中ですごいと思ったのが、大阪阪急のやっぱ座布団と手袋ですね。おあれは認めます。それ以外で、すごいね。いや、楽しかったです、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、本当本当良かったです。あ、本当ですか。ごちそうさまです。いやー、それ、はい、あ、ちょっとポスあげる、はい、あ、ありがとうございます、すいません。あ、はい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 、面白い。ツッパチャポスだよ。はい。どうした？いちごがいいな。あ、あなた見てる。コーラでいいですか？コーラ。私コーラがいい。コーラで、はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと娘さん、お父さん大変だよ。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ああ、面白かった。みんなで、なんかお父さんに言いました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あの、奥様にもごちそうさまでした。おかしい。おかしい。惜しかった。コーヒー飲もう。ああ、おかしい。いやー、払いたいわ。払いてどうだろう、長野駅のそば、ルノアールあったよ、ルノアールあったよ、ルノアールだんだん減ってると思ったけど、ルノアールあったからルノアールでいいか、ルノアールでいいよ。あー、おかしかった。よいしょ。では非常に楽しかったので中野のルノワールで、締めにコーヒー飲んで帰ろうと思います。ルノワール久々だな。よいしょ。これああ自動ドアのか。お、あ、空いてた、よかった。はい、2名です。はい、お禁煙です。はい、はい、満腹とか思ってたんだけど、ルノアールに来たらレトロプリンを一つ食べたいと思います。ルノアールのメニュー面白いな、ガラナもあるんだな。へえ。なかなかメニューがすごいね。こだわりのネルドリップは、コーヒーの、はい、はい、カフェオレを一つと、はい、え、何ですか？ホットとアイスはいかがなさいますか？あ、聞かなかった。じゃあちょっと待って、で、あとレトロプリンは一つと、はい、ホイップクリームをお付けします。ホイップクリームつけて、かしこまりました。で、あとじゃあウインナーコーヒーのアイスもらおうかな。かしこまりました。はい、また後ほどお伺いします。そうですね、すいません、よろしくお願いいたします。うん、なかなかいろんな種類があるんだな。チーズハンバーグホカッチャって気になるけど、今度ね。レトロプリンね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。超満腹なんですけど、甘いもんは別腹なんでいただきます。よいしょ。いや、完璧な別腹なんだよな、俺甘いもん。甘いもんが、そう、これが美味しいんだよね。ワールはなんか最後にお茶も持ってきてくれるみたいですね。うん、昔のルノワールでは覚えないけど、タッチでいいです。かしこまりました。はい。ちゃんと松にお願いいたします。はい。ありがとうございます。はい。チャレシート、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ごちそうさまです。なかな
かルノワールもいいですね。新宿三丁目方面。